皆さんこんにちは、デジマクッキングのチョです。今日は台湾のカリカリ梅烟翠梅の作り方を紹介します。まずは未成熟の青梅を洗って、幼児などでヘタを取り除きます。カリカリ梅を作る定番の梅は新鮮で硬い青梅です。では他の梅ではダメですか？残念ですがそうです。少し熟した梅でも作れますが、成功率が低いです。カリカリ梅を青梅で作る理由としてはいくつかあります。一つ目は身が硬いため崩れにくいです。二つ目は身が傷みにくく発酵しにくいです。最後に爽やかな香りと酸味が味わえます。処理した梅をザルにあげて水気をしっかり切ってください。斑点があったり、熟しすぎたり、傷んでいる梅を使わない方がいいです。水気を切った梅をボウルに入れて、粗塩を加えて手で押し付けるようにしながら塩を揉み込んでください。揉む途中、粗塩で手で痛くなったら手袋をつけてください。この工程で青梅でなく熟した梅を使うと表面が破れてしまいます。梅から水分が出てきて透き通った緑色になるまで揉んでください。だいたい10分ぐらいです。塩がついた梅を1個ずつ綿棒などで1箇所だけ叩いて、少し切れ目を入れてください。あんまり叩きすぎると裂けてしまいます。はじめは軽く叩いて力加減を調節してください。手に気をつけてください。割れた梅を元の塩が入ったボウルに入れて、手で軽く混ぜてください。梅の上にお皿を乗せます。そしておもしみたいなものをその上に乗せて、冷暗所に8時間ほど置いてください。8時間後、ちょっと青みが残っていますね。それは大丈夫です。後で水につけたら色が全部均一になります。一度ボウルの水を捨てて梅をよく洗ってください。そして梅がかぶる程度の水を注ぎ入れて、2時間ごとに新しい水と入れ替えてください。水につける時間が長いほど梅のアクと塩気は抜けます。私は2回入れ替えました。合計6時間の工程です。水につけた梅をザルにあげて、水気をしっかり切っておいてください。煮沸消毒した瓶を用意して、梅と砂糖を交互に入れます。各材料の分量は下の概要欄に書いてますので、ご参考にしてください。蓋を閉じて、時々揺らして梅と砂糖を絡ませます。常温で1日ぐらい置いてください。2日目、砂糖シロップが出てきました。これを取り出して、飲料としても飲めますので、無糖の炭酸水などで割って飲むのがおすすめです。シロップを取り出した後、前日と同じ分量の砂糖を加えてください。瓶をよく振って砂糖と梅を絡ませます。この状態でさらに1日常温でつけてください。3日目、まずは砂糖水を作りましょう。砂糖と水を鍋に入れて強火にかけます。砂糖が溶けたらさらに強火で約1分ぐらい沸騰させて、火を止めて冷ましておいてください。2回目の砂糖シロップも取り出してください。冷ました砂糖水を瓶に注ぎ入れて、冷蔵庫に入れて保存してください。梅がかぶる程度の砂糖水が必要なので、足りない場合は追加してください。普段は冷蔵庫に入れて3日目から食べられます。長く漬けると酸味が少なくなり、より美味しくなります。できるだけ1ヶ月以内に食べきってください。このシロップも炭酸水で割って飲むと美味しいです。
梅を取り出してみましょう。蓋を開けた瞬間、すごくフルーティーで爽やかな香りがします。程よい甘さとほんのりの酸さでカリカリ食感がとても美味しいです。冷やした梅が暑い夏に重宝できます。夏バテを乗り切りましょう。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。